将軍をゲームオブスローンズなんかと比べるのは失礼だ。将軍の方が断然いい。こんにちは皆さん、エリー小池です。いやー、早いようで将軍も第9話を迎え、来週でいよいよ最終回です。日本ではなぜか話題になっていないようですが、僕の住んでいる欧米諸国では毎話放送されるたびにとっても話題になっている今作の将軍、ぜひ最終回が来るまで話題を取り上げようと思っているのでお付き合いください。さて、リリース以来欧米諸国を騒がせまくっている将軍ですが、いろいろな記事で和製ゲームオブスローンズと例えられてきました。この作品は史上最高作品の一つと言われているのですが、映画評論家たちがそんな作品と我らの将軍を比べるなと怒っているようですね。それではその様子をまとめた記事と現地の声を一緒に紐解いていきましょう。それではどうぞ。なぜ我々の誇る将軍と傑作ゲームオブスローンズを比較することが良くないことなのかという記事ですね。今世間を騒がせている将軍は名作ゲームオブスローンズとよく比較されるが、類似点よりも相違点の方がはるかに多いのは明らかだ。あなたも知っている通り、2月下旬の衝撃的なデビュー以来、将軍は昨今の作品で最も評価の高いドラマの一つとなった。同名の小説を原作としたこのドラマは、その信じられないほどの世界観の構築、主演キャストの演技、一貫して素晴らしい脚本で、リリースから今まで各業界からの称賛が止まることはなかった。今やハリウッドスターの真田広之は主人公の虎長を演じて作品全体の中心人物であり、最近の映画ブレッドトレイン、ジョンウィック4など名作映画への出演に続き、ハリウッド作品を通して欧米でその名を轟かせている。彼は今作でプロデューサーをしているのも驚きだ。真田さんは欧米映画評論家たちの間では長い間流し入れていて、彼らもなぜ真田はもっと有名にならないんだ、それに値するほどの逸材なのにとプンプンしていたようですが、今作の活躍もあり世界的に真田さんが注目され始めていて、にっこり大満足なファンも多いようです。さて、ある作品の話を避けて将軍の話題は語れないだろう。それは2010年代を通じて社会現象にもなったファンタジーシリーズゲームオブスローンズだ。多くの批評家やファンたちは似たようなテーマと作品の政治的側面を理由に、将軍はゲームオブスローンズの真の後継者だとして称賛している。しかし、いくつかの類似点はあるものの、将軍とゲームオブスローンズは決して同じものではなく、将軍をこの作品と並べることは失礼なことだと私は考える。その理由を語ろう。まず、将軍がゲームオブスローンズの足跡を辿っているという馬鹿げた輩たちが見落としていることの一つとして、それぞれの原作が作られた順序が挙げられる。日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、ゲームオブスローンズもリリース当初から社会現象になって注目を浴びた伝説的な作品の一つです。今回の将軍は2024年、そして後者は2011年のリリースなので、将軍は真似をしているだけだという将軍絶対認めないマンの保守派たちも湧いているようですが、現地ではどのように報じられているんでしょう。将軍の原作小説は1975年に出版された。イギリス人の原作者は16世紀から17世紀にかけての欧州文化と日本文化、歴史について学んだ時にこの物語を書くインスピレーションを受けたようだ。その時彼は日本の歴史に魅了されて、実際に日本に行きこの物語を書いたのだ。本の外に目を向けても、将軍はテレビの世界でもゲームオブスローンズよりもはるか前から存在していた。原作は出版直後に大成功を収めたのだ。そのためこの作品はすぐにドラマ化され、1980年に伝説の俳優三船敏郎が主演を演じたことは記憶にも新しい。このドラマは将軍の評価を高め、エミー賞の最優秀テレビシリーズ賞などを軒並み受賞してしまった。ゲームオブスローンズに関しては原作が1996年に発売されたのだが、これは将軍の原作が出版されてから20年以上後のことだ。ちなみにこの本も実際の歴史、特に15世紀半ばのイギリスで起こった戦争にインスピレーションを受けている。原作者は明確にはしていないが、作中の表現方法やキャラ設定を見ていると後者の小説が将軍の影響を受けていることは明らかなようだが、インタビューを見てみると真偽のほどはわからないが、将軍の小説からではなく80年代のドラマ化された将軍からは大きな影響を受けたようだ。つまり多くの人が言うように、将軍がゲームオブスローンズの後継者というわけではなく、将軍の後をゲームオブスローンズが追っていたという形なのである。これは将軍アンチ過激派もだんまりな事実が発覚してしまいましたね。
どちらも素晴らしい作品なのには変わりはないですが、三船バージョンの将軍より今回の真田バージョンの将軍の方が優れている欧米諸国での評価が高いことを考えると、今回のものをモデルにしてゲームオブスローンズを将来作るとなったら、すんごい出来になってしまうんじゃないでしょうか。そこから将軍の株も上がったりして。将軍とゲームオブスローンズは確かに多くの人が言うように似たような雰囲気を持っているかもしれないし、どちらも何らかの形で歴史上の出来事にインスピレーションを受けてはいるのだが、ドラマのストーリーを伝えるアプローチの仕方は本当に異なっている。というよりも、それぞれの作品のジャンルが全く違う。将軍は時折アクションシーンや壮大な戦闘シーンが登場する歴史ドラマに近いのに対し、ゲームオブスローンズはファンタジーの側面を取り入れており、ドラゴン、巨人、氷のゾンビが登場するものだ。将軍は物語を単純化するために、歴史上の人物の名前が少し変更されているものの、現実の出来事を歴史的に正確に伝えることを目指しているに対し、ゲームオブスローンズは完全にフィクションの物語として出来上がっている。簡単に言えば、将軍は現実的だが、ゲームオブスローンズは完全に SF の世界なので、視聴者層が変わってくるということだ。これは単なる些細な違いのように見えるかもしれないが、実際には大きな違いで、歴史作品とファンタジー作品にはそれぞれ異なる長所があるため、優劣はつけにくいが、後者は子供っぽいという印象は拭いきれない。ファンタジーを見たいならゲームオブスローンズ、日本史に基づいた本格的な作品を見たいなら将軍、と住み分けができているようですが、両方の作品でも政治的策略など、似たようなテーマになることが多々あるということで、やはり比較対象にされることが多いようですが、日本の作品に日本の俳優が出ている。しかも本物の日本語で話しているという魅力もあり、将軍の方が優れているという声も少なくはないようです。僕も両方見ていますが、将軍の方が心が揺さぶられると言いますか、そんな気持ちにさせてくれますよね。ファンタジー作品の多くは、我々の想像力を超えた現実世界から遠く離れた異世界に視聴者を連れていくことを目指している。現実逃避をしながらもキャラクターやシナリオをより共感しやすく説得力のあるものにするためにある程度の現実性を利用している。しかし将軍のような現実的作品はまさに現実の世界について視聴者に伝えることを目指している。将軍は登場人物や出来事を歴史的文脈に沿って表現することで、視聴者がその物語を現代に結びつけることを可能にし、人類がどのように変わってきたのか、そしてより重要なこととして、ここ数百年でどのように我々が変わってこなかったか、について深く考えるきっかけを教えてくれる。最後に言いたいのは、この2つの作品を比べる人は確かに多いのだが、比較することが不可能だということだ。お互いのジャンルも違えば、日本の歴史を世界に見せる作品としての俳優たちのモチベーションが高かったであろう将軍と、ファンタジー作品のためそういう意味でのモチベーションが欠如している後者ではやる気のベクトルも変わってくる気もする。しかし両方ともとても良い作品であることは間違いのないことであり、一般的に優劣をつけるのは困難なのだが、多くの人が現実的な作品を好む傾向もあり、やはり将軍の方が優れていると感じる。この作品は後者に大きな影響を及ぼしている点を考えるとなおさらそうだ。将軍という作品がなければ多くの傑作が存在しなかったのかもしれない。そう考えると、いかに将軍が化け物のような作品なのかお分かりいただけるだろうと記事を締められてますね。それではここで現地の声をいくつか紹介していきますね。 I'm a huge fan of both of the shows, but I'll have to say that Shogun is better in so many fields.First off, Shogun's actor is very raw and authentic. Not surprising though, because all of them are Japanese. Even the producer was Japanese, right? Authenticity is the key to good work. I'm a huge GOT fan, but Shogun beats us to it. We love both though. I didn't know that Shogun's original novel came before Game of Thrones. I always thought Shogun was copying our fave. I love both, that's it. They are both great.皆さんの考えもコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、概要欄からインスタ、ツイッターのフォローしていただけるととっても喜びますんで、よろしくお願いします。それでは良い一日を。マコジョエゴ373からのお便りですね。いつも飲んでるどでかい飲み物は何ですか？ NG 集で今日は飲んかなあ、出た、今日は出なかったやと楽しんでます。にっこり。これはただの水ですね。
筋トレをしてると水が大事になってくるので、1日だいたい7から8リットルぐらい飲んでますかね。このボトルが確か2リットルのやつだったので、これ4杯分ですかね。皆さんも筋トレしましょうっていう回答です。こんにちは皆さん、エディ小池です。そろそろシャージ欧米諸国を騒がさも、さ、真田さんは欧米映画とても長い間、とても長い間流し入れて、世界的に真田さんが世界的、原作がそれぞれの原始、将軍絶対認めたくない、この物語を描く、この物語、特に事後、原作者事実が発覚してしまいます。発覚。そこから将軍の株も、アプローチの力、視聴者層が、やはり比較対象にな、現実に結ぶ、